フェスで風船を配っていた光景を見た話。これ私は学生の頃ぐらいだと思いますけども、友達の一人とね、フェスみたいなとこ行ったわけ。音楽フェスね。それでまあこう野外ステージとこでこう見てて、まあ音楽聴いていてね、でまあ結構有名なバンドとかも出てくるわけなんでね、うん、面白いなと思って、それでね見ていたらですね、なんか子供がちょろちょろしてるわけね。子供がちょろちょろ歩いてるわけで、まあ別にファミリーで来れるようなフェスなんで別に違和感はないんだけども、子供が2人ぐらいね、まあ小学校ぐらいですかね、小学校5、6年生ぐらいかな、もっと下ですかね、わかんないけども、女の子とかね、男の子とかちょろちょろって走っていて、あ、ファミリーかなと思っていたんだけど、なんかねその子供たちがね、トータルでは4、5人ぐらいいたのかもしれないけども、その子供たちが風船を手に持っていて、風船って言ってもね、普通の風船じゃなくて、このアルミホイルでできてるような風船、ちょっと変わった形の、まあちょっと海外風の風船を手にね持っていて、それをですね、20代ぐらいのカップルのお客さんにあげてるわけ。はい、みたいな感じで、ああと思って、これなんかの係でボランティアかなんかで風船を配るボランティアなのかなと私は思ったわけ。うん。でありがとうとか言ってるわけね、その20歳ぐらいのカップルが。それでですね、まあ友達がね、あれは違うんだよみたいなこと言って、あれはですね、後でお金を取りに来るんだみたいなことを言ったわけ。うん。でまあなんていうかな、子供が配って後で子供が1個500円ですよみたいな感じで来ると、うん、でみたいな感じで、その20歳ぐらいのカップルも驚いてるわけね、うん、でなんか別にジロジロ見てないけども、なんか返すよみたいなことを言ってるわけね、ちょっとトラブってるわけ、うん、まあ風船1個500円ちょっと高いよね、しかも買う気もないでもらってるわけですから。で子供がなんかみたいな感じで言って、ですからね、まあちょっとひどいかなみたいな感じで思いますよね。子供がですね風船持ってきたらもらっちゃうよね。あの風船欲しいかどうかに限らずに、その子供のね行為を無駄にしたくないというか、そういう心理が働くんでもらってしまうと、で後からお金出せって言われても、いや買う気じゃないのにみたいな、うん、でまあ、500円だったらですね、まあ子供がね悲しむ顔が見たくないから払うみたいな人もいるのかもしれないけど、例えばこれが5000円だったらどうだと、それでも払うかっていうことね。5万だったらどうだと、風船1個5万だったらどうだと、払うかどうか、絶対払わないし、まあそういう所持金がないですよね、もともとね。ですからね、なんていうかな、まあ、これは詳しく見ていくと完全に、まあ違法な、ことやってるんじゃないかなと私は思うんだけど、しかもそのフェスでね勝手に物を売るっていうのは多分許されて、許可取らなきゃいけないだろうし、多分許されていないだろうし、うん、でフェスがその携帯の商売をね黙認してるんだったらフェスに責任があるわけだしということで、まあちょっとねそういうこともあるのかなと、そういう記憶をね、たまに思い出します。